A scientist is performing an alien anatomy. <music> えっと、この科学者が <laughs>、えー、宇宙人を解剖してるんですね。はい、じゃあ読みましょう。彼女は友達と行くのですかそれとも家族と行くのですか going to あちょっ,と待って公,園公園にっていうのはない彼女は公園にがないですね。 じゃあ言いましょう彼女は公園に友達と行くのですかそれとも家族と行くのですか ?Is she going to the park with her friends or her f a m i l y は外で遊びに行く前に外への方がいいよね、これね。自然だよね。ジェイソンは外へ遊びに行く前に部屋を掃除しなければなりません。 Jason needs to clean his room before going out to play. サラが勉強している間、彼女の弟は隣の部屋でテレビを見ていました。While Sarah was studying, her brother was watching TV in the next room. その有名なベーカリーは、市の中心広場からたった16個離れた場所にあります。 Central square. 谷に栄えた古代文明は学者たちがまだ完全に理解しようとしている複雑な統治体制を持っていました。ちょっと待って。<laughs> まだ完全に理解しようとしている。えー、まだ理解してないって意味かな、これね。 今でもまだ完全に理解したいと思っている複雑な統治体制を持っていましたって意味でしょうね。ちょっと英語読んで読みましょう。はい。The ancient civilization that thrived in the valley had a complex system of governance, which scholars are still trying to fully understand. 学者たちがまだ完全に理解したいと思います。 えー、理解しようと努力している最中だって意味だから完全に理解あなるほどねこう訳してしまったのも分かりますこれ AI が訳したんですここねこれは分かりますが気持ちとしてはこれは否定でやっちゃった方が分かりやすいよねまずは完全に理解、えー、していないできていない 理解できていないなな複雑な統治体制をじゃあ、えー、ここから言いましょう。他人に栄えた古代文明は学者たちがまだ完全に理解できていない複雑な統治体制を持っていました。これが自然な日本語ですね。うんチャット GPT3.5 はまだここら辺の役なのかもしれませんね、まあ。いろいろ考えてこういうふうになっちゃったんだと思いますけど。 間違って書いてしまったんだろうなということが分かるということはだいぶ人間に近づいてはいるということですよね。じゃあもう一回ここから。谷に栄えた古代文明は学者たちがまだ完全に理解できていない複雑な統治体制を持っていました。The ancient civilization that thrived in the valley had a complex system of governance, which scholars are still trying to fully understand. 核軍縮を促進するために設計された国際条約は一部の署名国の非遵守による課題に直面しています。Uh, the International Treaty designed to promote nuclear disarmament has faced challenges due to non compliance by some signatory nations. この国際的なサミットは、気候変動、経済的不平等、地政学的な紛争などの複雑な課題に対処することを目指し、世界の指導者から、包括的なアプローチを必要としています。The Global Summit aimed to address complex issues such as climate change, economic inequality, and geopolitical conflicts. Our comprehensive approach from world leaders. ちょっと待ってね。The Global Summit aims to address complex issues such as. えっとね。なんかこれちょっと違う、間違った文章かもしれない。ちょっと,ちょっとね、ちょっと、ま、待ってね。はい。なんかちょっと変な感じはしますけど、間違いではないと思います。はい。 このレベルになってくると、えー、なんか不自然な感じには聞こえますけど、私が変なのかもしれません、ここら辺のところはね、もう AI とせめぎ合いですね、もう私の仕事がなくなってしまいそうです。